ということで2本終わりまして、はい、ね、まあ何ですか、1本目は、はい、まあ、かなり悪質なヘドの話ね、あの話で、うん、そして2本目はそれを包み込むような、うん、性の話というか包み紙ヘド包んでるこうやってバランスが保たれたんだなっていう見事な、ね、ヘド吹き込むだけでしょ、ただただ汚いから汚いからまあね、でエンディングですけども、はい、お便り結構いただいておりますので、はい、ちょっと最近のやつかなを中心にちょっと読もうかと思っております。岸本さん、林さん、奥さん、こんにちは。こんにちは。オカルトネーム伊藤と申します。伊藤さん、いつもポッドキャストやイベント楽しませていただいております。イベントにもありがとうございますみたいですね。先日のお便り会の、はい、自分の葬儀の司会をしている夢を見る、ああ、だからこれの最初ね、そう、前編ってことですか、うん、はいはい、うん、のお話、うん、とても興味深く聞かせてもらいました、はい、これだからすぐですね、うん、聞いてすぐ多分書いたのかな、うん、私も小さい頃に何度も何度も見ていた夢があるので、うん、お二人の考察というか見解を聞かせていただければと思います、はい、その夢の中で私は実家から1キロ程度の大きめの公園で遊んでいて、うん、夜になり家に帰ろうとするのです、うん、公園と家の間には片側2車線の交通量の多い、幹線道路が実際にあり、うん、もちろん信号もあるのですが、うん、夢の中では待っても待っても信号が変わりません、うん、人も車も全く通らないのですが、私の渡りたい信号は赤のままなので、うん、いつまでも家には帰れないまま夢は終わります。うーん、そのような夢を小学校に上がる前まで何度も繰り返し見ていました、うん、ある日自分以外に誰も登場しなかった夢に初めて母親が出てきて、うん、交差点の向こう側にいました。うん、家から迎えに来てくれたようです。そうしたら信号が青になり家に帰ることができました、うん、それ以来この夢は見なくなりました、うんうん、児童心理学とか幼児の、精神発達の過程の一部とかいろんなことが考えられるのかもしれませんが、同じような夢を見たという話もあまり聞いたことはありません、うん、お二人のオカルト的な見解を聞かせていただければ幸いです、はい、ということでございます。まあだから夢の話ですね、うん、でしか小さい頃に見て何度も繰り返し同じ夢を見ていたということですけど、うん、なんかちょっと悲しげな夢ですね、うんうん、ずっと信号が変わらないで渡れない、で、お母さんが迎えに来てからは見なくなったという、うん、なんだろうね、すごい達成感ある、うん、感じだよね、あれじゃないですか、だから深層心理、母の愛欲しくって、うん、どっかでそれがなんか夢に反映されていて、そのちょっとお母さんとの関係が良くなっていったから、でも小学校とかみたいなじゃない、小さい頃だよ、例えばよ、例として例えば、うん、例えばよ、うん、あの弟とか娘ができたりとか、弟とか娘が受験シーズン入ったとか、ね、入学とかになって、うん、ちょっと子供というかその弟とか妹の方にべったりになっちゃって、自分とこ来なくなっちゃって、うん、でもそのシーズン終わったから愛っていうのが、母親とかの愛を、ね、うん、また感じるようになって、うん、なるほどな、で夢見なくなったみたいな、うんうん、同じ夢を繰り返し見るっていうのはやっぱり深層心理っぽいですよね、そのなんかの脅迫観念というか、そうそう、それはあると思う、あると思うよね、うん、ストレス多いんだろうなっていう感じのタイプの夢だし、あとあれなんですって、前世が見える人とか、うん、あと前世のつながりがまあなくなるじゃないですか、今世に生まれるとね、前世のつながりなんて、うんうんうん、でも時々その前世のつながりがまだ強い時にね、うん、強い人がいたとして、うん、そしたらその人も夢の中で前世見るんですって、夢の中で前世を見る、前世を見る、うん、その、はいはい、自分が前世で一番強く生きていた時、うん、
あ、思い出になった印象深いところ、そう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 、シーンが夢になるんだ、うん、夢になるんですって、うんうん、どんな夢だったんだろうね、じゃあこれ、うん、だから何度もそれはもう自分の家の近くとか言ってるからそれは違いますけどね、そのケースとは違いますけど、うん、なんかすごい古い時代背景で自分が知らないようななるほどね、うん、こまでみたいな、それこそ城が燃えてるみたいな衝撃シーンかもね、うん、確かね、誰だったかネットだったかななんかで読んだんですけど、うん、自分の夢にもうほんま同じように出てくるんですって、うん、で自分は何 か, なんかすごい偉い人で、うん、でそのままなんか人に連れられてどん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 進んでいったらなんかそういうお屋敷があってなんたらかんたらみたいなのを見て、うん、その夢にあるとこってどこなんだろうと思って調べたんですって、うん、だから見たようなとこないかと、そうそうそう、うん、でほんだらば、まあ、見つかって、うん、そこを調べていったら本当に自分がその夢の中で呼ばれていた名前の人がいて、うんうん、あ、これもしかしたら僕の前世かもみたいな話が確かネットでありましたよ。なるほどね。うん、じゃあもう面白い夢は。なあ、まあオカルト的かどうかはちょっと分かんないけど、うん、このね内容だとどっちかっていうと心理っぽいよね。ぽ、うんうん、い、うん。だけど、うん、まあ面白いし、なんか暗示してる感がやっぱあるよね。うん、ずっと見る夢ってあります？昔見ていたっていうのはあるよ。なんか どんな、なんだっけな、ね、まあ俺の住んでる町、うん、町なんだけど、設定は違う、もっとなんていうの、なんもない学校によってる、はい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 、近所なんだけど、うん、場所自体がなんか、うん、いつもの感じと違うというか、うんうん、普通の俺がいる現在いるところではちょっと違う、はいはい、っていうのはなんとなく肌で感じる、うん、でパラレルワールドみたいな、そうそうパラレルワールド、うん、で人はほとんどいないんだけど、うん、ものすごいでっかい像が出てきて、もうマンモスとかそういうレベルのクラスのやつがいて、うん、で俺まだちっちゃいのよ、うん、でマンモスとかみたいなやつが歩いた跡があって、うん、で足跡がなんていうのかな、深い足跡があるわけだよ、要はジュラシックパークとかで出てくるようなね、そう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 、うん、あこの足跡はみたいなやつ、ね、でものすごい深いのよ、うん、でそのマンモスみたいなのが、うん、定期的に何回か出てくるわけよ、でその時に、うん、俺なんかもう狙われてるのよ、そのマンモスに、うん、追っかけられるんだよ、まあ怖いじゃん、うん、だけど逃げ場がもうないから、うん、そのマンモスのできた足跡のところに、うん、避難して隠れるっていう、うん、でそれで九死に一生を得るみたいなのを何回も見たことがある、うん、初め人間見すぎなんじゃないギャートルズを違う、でも今風だよ、象はあーそういうことね、なんていうの、要は昔みたいな毛がモスが生えてるマンモスみたいなものではなく、インドとかああいうところの象ね、うん、でなんかね、あれっぽいジョジョのデスサーティンだっけ、なんか夢の遊園地みたいな感じの、うん、ちょっと異世界感がすごいある、うん、クソ食わすやつな、クソ食わ、まあそうそうそう、うん、そうなんかだから知ってる場所だけど知らないところっていう感じの印象がすごいあって、それはねなんか連続で見てたな何回か、すごい、ただ何の変化もなかったけど ね、その象に踏み潰されるのが怖いっていう深層心理なんじゃないですか、じゃあ深層っていうかもうそれ誰でも思うことでしょ、いや象に踏み潰されるのが怖いとは誰も思わないでしょ、象が怖いは思うけど、ああ象に踏み潰されるのが怖いとは思わないし、だってそんな日本にポン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 といる動物じゃないですから街中で、うん、今考えるとだけど、うん、俺ね保育園の時に、うん、俺の学校って保育園って、うん、ほぼ女性だったのよ、ほぼ女の子、男が3人に対して女の子30人みたいなところで、うん、男はほとんどいなかったの、うん、で女の力がものすごい強くて、うん、そりゃそうでしょうね、で体もでかいのよ女の子が、あ育つの早いからね、そう、うん、で俺よくその中でも一番体でかい女の子に、うん、顔は足で踏まれるっていう、なんていうのピアノの席みたいなとこ座らされて顔グリグリグリって足の裏でやられるっていうことを何回かされたことがあって、いい音出せよって鍵盤じゃねえけど、鍵盤じゃねえけどねっていうのがあったから、あれのトラウマなんじゃねえかなってちょっと今思ったわ、うん、そうでしょうね、うん、すっげえムカついた記憶あるな、うん、俺は
キリスト系の保育園にしてたんですよ、うん、家の近くのね。でそこしか保育園なくって、大きい保育園が、うん、でそこ通ってるって有名で、うん、何度も見るんですよ。今はあんま見ないけれども、前結構見てて、通ってる夢、うん、それでもう相談もしたことある、親、うん、にね、その何度もその同じ夢を見るっつって怖いっつって、うんうん、キリスト系のとこ行ってて、うん、でそこはなんかね、やっぱキリスト系のとこやからか分かんないけど、あのみんな白タイツ履かなきゃいけないんですよ。ああそういうのあるんだ、うん、王子様みたいな、そう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 、うん、白タイツに短パン、うん、あの寒くってもね。あんまり見た記憶ないの、そんな。であって、でなおかつそのご飯食べる時に、うん、お祈りと主のみたいな、うん、やるよね、みたいなね、うん、やるんですよ。やるやる。その時に僕その当時からずっといじめられてたから、牛乳あるじゃないですか、牛乳瓶、うんうん、そうそう、ご飯食べる時にね、うん、お昼とかあるある牛乳瓶出て、その牛乳瓶を毎回ね、チョップされて床に落とされるんですよ、いじめられてて。チョップって横にチョップされる、そう、横に水平チョップされて、水平チョップ、そうそう、でバーンって割れて、うん、先生が「いや、またこぼしたの早瀬くん!」って言うんですよ、うんうん、でも他の子がチョップしてのこぼしたんだって言えないから、気弱いから。あ、言えないんだ。言えない言えない、うん、だからもうごめんなさいって言ってて、うん、ずっと拭いて拭き終わった後にご飯食べるみたいなのを、うん、もうね2年ぐらいやってたんですよ、その当時。え、それは夢じゃなくて、ね、夢じゃない、現実の話よね。現実で、うん、でそれがトラウマになって夜見るんですよ、同じ、あ、全く同じ出来事が、全く同じ、だから日に2回起きるんですよ、うん、寝るのが怖いって、うん、また瓶倒されるからっつって、うんうん、だからどうしようお母さんっつって、寝たらまた瓶を倒されて、うん、拭かなきゃいけなくなるっつって、うんうん、そしたら母親が、じゃあもう保育園に言ったらいいんじゃないっつって、先生に、解決方法として、そうそう、あの瓶の早瀬君の倒すなって言ってもらうからって言って絶対やるやるよ、そうそう、で言ってもらったんですよ、うん、そしたらばその倒さなくなって、あ、倒ったんだ、倒さなくなって、それから夢を見なくなったそれそうだろ、うん、だから夢じゃねえと思うな、それもう、いやいや、夜は見るからまた同じ夢をね、うん、だからなんだろうね、それあると思いますよ、だからその脅迫観念じゃないけれども、その自分の中の今の、うん、そういう悩みみたいなのが夢に反映されて、僕反映っていうか、そのまま、トレースしてるよね、うん、まんま、そうそう、だから毎日違いますよ夢は。ああ、でも、うん、俺あれなんかの時にものすごい滑ったんだよ、うん、なんかの時にあれじゃない、違う、お前が知らないやつ絶対お前とは出会ってないやつ、いやいや、あれだよ筋トレだろ、いや、それも俺も思い出してんだけど筋トレでしょ、違う違う違う、それより以前、うんうん、小学校だか中学校にものすごい人前で滑った記憶があって、うん、その時はやっぱしばらく寝れなかったもんね、うん、あの目つぶって寝ようとするとそれがフラッシュバックしてきて、うわーってなるっていう、うわーってなるんだよ、うわーってなる、あるそれは、あるわ、だからフラッシュバックするね、確かに、あるあるある、寝る前全く同じ光景が、高校生の時に、うん、サッカーをねしていて、うん、でそのもうゴール前でね、うん、僕はフォワードだったんで、うん、でその前にいるもう一人のフォワードの人にパスしたら多分点入ってたんですよ、うん、なんですけどこれもう自分で行ってシュート決めた方が、うん、ええんちゃうかと思って、カッコつけれるし、まあまあわかると思ってやったんですけど、うん、ダメだったんですよ結果、うんうん、まあまあ、それで負けたんですね、ああ、試合もね、試合も、うん、それがずっとトラウマで残ってて、なんであの時パス出さなかったんだろうっていまだに見る、わかる、でもそういうのあるわ、それいまだに夢で見て、あ、あるある、夜ハッって起きて、な、うん、であの時パスしなかったんだろうって言う口で、あ、でもめっちゃ悩む、めっちゃ悩んでる、逆に、うん、いいのってどう、ない、あ、ないんだ、覚えてない、俺一個だけあるんだよね、うん、そのなんすか、それサッカーなんだけど、うん、あのもの中学校の時にものすごい完璧なタイミングでアーリークロスが上げられた時があって、うん、でそれでヘディングでシュート入ったんだよ、あの決めてくれたの、決めてくれて、うん、その時のアーリークロスの軌道ずっと覚えてるもんね、うんうん、上げた方なんですね、でも上げた方、で俺そのゴール自分でもゴールがいっぱい取ってるけど、うん、もうその時のアーリークロスだけが忘れらんなくて、自分の中のベストゴールってありますよね、ベストゴールっていうか、うん、うん、まあパスだけど、俺はあるもん、ベストゴールが強豪校がいて、うん、で強豪校でその自分らも弱小中学校なんですよ、うん、なんですけど3対1で勝ったことがあって、へ、僕は3点入れてるんですよ、すごいじゃん、それハットトリック見てて、うんうん、その時の2点目は覚えてるもん
わかるね。でもその、めちゃくちゃ覚えてる。しばらく覚えてるってのあるな。うん、俺、未だに覚えてて。未だにってのちょっとあんまないかな。中学生の時。あ、じゃあ高校か、うん、うん。あ、中学かな。中学だわ。中学の時の。覚えてるもん、未だに。へぇ。もう、この時すごい褒められて。覚えてる。俺、一個、恥ずかしいのも踏まえて覚えてるのあって、うん、選抜に選ばれた時に、うんね、みんな知らないメンツの中で試合で、うん、そうあれやなんだよな、うん、やってたんだよ。わかる。でまだお互いの実力とかよくわかんないから、うん、お互いどれくらいできるかもわかんないんだけど、うん、俺がなんかセンターサークルの近くあたりで、うん、もうたまたまロングパスをね、うん、ボレーで出そうとしたら、うん、そのボレーものすごいいい軌道を描いて、うん、ゴールに吸い込まれたの。センターから決めると相当すごいですね。そうベッカムみたいな時のすごいアウトにカーブかかって、うん、ズシャって入って入った、うん、もう先生とかコーチみたいな人が、うん、お前はすごいところから見てたなと、うん、視野がまず広 いしかも度胸もいるんですよ。そうそうそう、ね、うん、でもそういうの言われてすごいものすごい言われて、うん、みんなから一目置かれる感じになったんだけど、うんうん、はいはい、自分的にはものすごい恥ずかしくて1ミリも狙ってねえんだけどなっていうのが、ただただまあね、そうそう、うん、ただ蹴っただけの球が入ったっていうだけだったけど、うん、それはねなんかすっごい覚えてるわ、恥ずかしいやつで。あるな、そういうのは。そういいのはあんまりないな。でも夢で見ないな。いい夢って確かあんまり見ないかもね、うん、あんまりない。イメージだもんな、そうやって起きちゃう、うんうん、いやそうちょっとあれでしたね、うん、なんか脱線はしましたけど、まあまあ、うん、まあね、でも夢なんかありそうですね、やっぱり、うん、夢占いとかね、ちゃんとね調べていくと面白いなっていうのがありますけども、うん、じゃあねもう一個読みましょうかね、はい、これいきましょう。じゃあはい、林さん、岸本さん、いつも楽しい放送本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、今回お便りグランプリにて岸本さん賞をいただきありがとうございました。おはははは、去年の頭の方に お便りをお送りさせていただいておりましたので、まさか選んでいただけると思っておらず、はい、驚きましたと、はい、また お便りをお送りしようと思っていた直後、お便りグランプリが始まり、以前私は美大生でも医者でもないのでこんなお便りしか送れないと赤鬼さんがおっしゃられており、うんうん、そんな風に思わせてしまったことが申し訳なく、うん、また常にお便りをお送りしていたわけではないにもかかわらず、今送ると賞を狙ってきたなと思われそうで、勇気が出ずお送りしておりませんでしたと、うん、なんかね、で、赤鬼さんが奥様賞を取られており、なぜかほっといたしました、うん、なんでそんなことを思ってたんですね、うん、でまあなので特に読まれてなくてもお二人のお仕事に役立ちましたり、美術系の話で暇つぶしに少しでもなりましたらと思いお話を送らせていただきますと、はい、美大のタラちゃんですね、だから、はい、ちょっとねこれ不思議な話です、うん、おじさんも有名な画家でご自身も画家をされている女性の方のお話ですと、うん、まあ、画家の方ということですけど、うん、10年ほど前その、このおじい様が亡くなりお葬式の日のことでした、うん、珍しいことかと思いますがおじさんが油画家、油画家でいいのかな、うん、まあ、油絵を描く画家さんね、油絵の人でしょうね、うん、油画家でしたので遺影をおじさんの絵画にしていたそうです、うん、ああ。珍しいね、ごっこみたいなこと、うん、珍しいね、ね、自分のだから自画像を家にしてたの、家って写真じゃなくていいんだね逆に、珍しいな、親族一同で朝に葬儀場へ行くと、うん、担当の女性社員さんから、うん、普段こんなお話は申し訳ないのですが、うん、と言いにくそうに、うん、昨夜この絵からご本人様が出てらして酒はないかとおっしゃられていたのですと言うんですって、うん、ほうほう、その子とご両親親族たちは、うん、と驚きましたが、うん、すぐに数名笑い出し、うん、おじいちゃんお酒大好きだったもんねとすぐにお酒をお供えしたようです、うんうん、その後お坊さんがお経を唱えられている、途中手を合わせながら遺影である絵を見ていると、うん、一瞬絵ではなく本人になって見えた瞬間にバーッと涙が出てきて、うん、自分でも驚いたらしいのですが
なんと数名同じことが起こっていて、うん、おばちゃんもおじちゃんもとアイコンタクトで理解し、少しざわつくお葬式になったようです。式は終わり、みんなでお酒を交え、お食事をしながら思い出話などをしていると、親族全員の前でお供えしていた日本酒を注いでいたおちょこがずずっと一人でに動き出し、うん、テーブルの上をぐるぐると動き回ったそうです。ほう。そこでもえっと最初は驚きましたが、絶対におじいちゃんだという確信もあり、うん、怖くなく、またおじいちゃんは本当にお酒が好きねと穏やかな雰囲気でその日は終わったそうです、うん、そしてその数年後、真夜中にその子の妹さんが夜中に大声で、お姉ちゃん、おじいちゃんがベッドの下からベッドをずっと揺らすの、トイレって言ってずっとと泣きながら来て、怖っ。驚いた両親も一緒に妹の部屋に行くと、本当にベッドがギシギシと揺れていて、うん、トイレと声も聞こえたようです、うん、少しすると収まり、何だったんだろうと、それぞれ眠りについた次の日、うん、大地震が起きます。うん、3.11 の地震が起き、うん、地震の時はトイレ行けとよく言われましたが、そうそう、うん、トイレへではなくトイレへ逃げろという意味のことだったんだと気がつき、みんなでお線香をあげたようです、うん、いう、もうちょっと変わった画家の方のお話でございましたけども、うん、まあ何かここかね、また例のごとく送っていただいてね、うん、まあ、今回はこれにしようかなと思いましたけども、うん、すげえいい話じゃん。はい、まあ、ちょっと変な話、うん、変な話っていうか、まあ珍しいよね、やっぱり、うん、特殊な家を絵ってありなんだな、ね、聞いたことはない、見たことないな、うん、でもその画家は要はなんか言うじゃないですか、命を削って書くみたいな、魂をね込めるっていうよね。そうそうそう、だからその分霊みたいなもんで、自分の魂の、うん、自分の自画像とか、確かにな、そうか、描いた絵とかっていうのが、だから亡くなった後に、うんうん、その自画像とかが動き出すっていうのは結構聞くんですよ、うん、話としてね。写真より強そうだよね、うん、念というか、そう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 、残るものとしてはね、面白いっすわ、うん、この話はすごいなと思ったな、うんうん、すげえな、面白いなやっぱりね、この方は、まあ、まあ岸本賞でしたけども、うん、やっぱ結構一個一個の話がね、興味深いってなるんだよね、うん、面白い、うん、いいと思います。ありがとうございます、うん、またね機会あれば他のもちょっと読ませていただきたいなと思いますんで、うん、またぜひ懲りずに、うん、なんかねお便りグランプリ狙ってると思われるの、みんな恥ずかしがる傾向ありますけど、なんかわざわざ書くからね、みんな、うん、これはお便りグランプリじゃなくていいですとか、うん、いいけどいいじゃんどっちでもと思って、うん、ね、まあまあいいんですけどまあまあいい話だ、いい話なんで、うん、どしどし送っていただければと思います。ありがとうございました。はい、どうしましょうかね、もう一個ぐらい読みます。うん、もう一つぐらいはいける、うん、何でしたっけ、世紀を吸い取る絵って、グレイか、え、どれの、世紀を吸い取る絵、若え男で、グレイ、グレイっていうやつで、世紀を吸い取る絵っつって、なんかそのどん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 絵が若返っていくってやつ、自画像で、何グレイって何、画家、あ、名前が、うん、ああ知らないかも俺、え、見たら死ぬじゃなくて、あ、じゃなくて世紀を吸い取られるっていう、だからどんどん絵が若返っていくってやつ、そ、怖い絵、うん、気持ち悪い系じゃない、うん、違うぞ、普通の絵、うん、もしかして小説かもしんない、作り話かな、それとも、まあ、本当あった話かちょっと忘れちゃったけど、そういう話もある。絵画系あれだよね、結構呪い見るだけで良くないみたいなの多いもんね、うん、なんか確かに油絵とかのなんかそういう空気感があるよな、うん、はいはい、見ちゃいけな い, っていう、山口先生も笑うモナリザの絵っていうのがあって、へえ、うん、なんか油絵、いや油絵じゃない、普通のモナリザの絵なんですけど、うん、夜笑うんですって、ヒャッ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 と、うん、面白い、え、持ってるの？コレクションとか、うん、山本先生持ってる、コレクションとして、で前は妖怪博物館にありましたよ
あったっけ。うん、ありました。ちょっと見てると思う。はい、じゃあすぐのとこに。じゃあちょっと次行きましょうかね。はい、はい、岸本さん、林さん、いつも楽しいトークをありがとうございます。山形県の田舎で農作業をしながら聞いているオカルトネーム ドンティルジェンナと申します。これ読んだっけ俺、この方の前。でもなんか覚えてる、名前なんとなく覚えてる、うん。さてお二人は幼い子供に宿る不思議な力についてどう思われます か、それ。15年ほど前のある夏の日のことです。私は妻、3歳の息子、1歳半の娘の4人で、妻の実家のある青森から山形の自宅へ帰る途中でした、うん。秋田県内をドライブ中、子供たちは後部座席のチャイルドシートでおとなしく寝ていました、うん。そんな時突然娘が泣き出し始めたのです、うんうん。妻があやしても泣き止む気配がないので、ある道の駅に立ち寄りました、うん。みんなで車を降り、妻は娘を抱っこし、私は息子と遊んだりして30分くらいが過ぎました、うん。そのうち娘は泣き止んで機嫌も良くなったので、うん、再び、帰路に着きました、うん。道の駅を出て国道に戻ると、目の前にトンネルが近づいてくるのが見えました、はいはい。すると突然警官に呼び止められたのです、うん。トンネルの入り口にはパトカーが数台止まっていました、うん。そして今まさに目の前で通行止めの立ち看板が、置かれ、うん、規制線が張られるところだったのです、うんうん。警官の話によれば、トンネル内の交通事故のためたった今通行止めになったとのこと。私は実家に戻ってからその日のうちに秋田県内のニュースをネットで調べてみました、うん。この事故はトンネル内での多重玉突き事故で死亡者も出た模様。もしあの時娘が泣き出さなかったら、この事故に巻き込まれていたかもしれません、うん。ただの偶然かもしれませんが、お二人はこの出来事どう思われますか、はい。現在娘は高校生になりましたが、予知能力など特殊能力は一切ありません、うん。でも幼い子供の何気ない言動により、私たちが知らない間に危機を回避できていたことも実はあるのかもしれません、うん。ちなみに私は農作業中に聞くポッドキャストをいろいろダウンロードしましたが、うん、お二人のポッドキャストが一番好きです武田邦彦先生かな、はいはい、のポッドキャストも好きですが、うん、もう配信していないようです、うん。また他のオカルト系のポッドキャストは全部つまらないです結局そんなことはないよ結局今はお二人のポッドキャストしか聞いていません。そんなことはないよ。お便り強化月間には間もなくてもいいので読んでいただければ幸いです、はい、ということですがね、ドンティルジェンナさんでございましたけど、うん、口が悪いな。まあこないだ注意した、うんうん、件ですよこれ、ね、他のオカルト系のポッドキャスト全部つまらないですってすげえこと言うなと思ってね。あるけどな面白いの、うん。いやねえか。でなんで武田先生の面白いんだね、うん。まああの人結構いろんなちょっと都市伝説っぽい話もするしな。まあね、面白い面白い、うん、ね、やってるんだね、うん。へ、そっちに聞い取られて何でしたっけ子供が、ね、要はだから、うん、ちっちゃい子供がそう、うん、なんかいつもならそのこんなに泣き止まない感じじゃないのに、うん、すごい泣き止まないから、うん、わざわざ道の駅立ち寄ったと、うん。そしたらそこで、降りたことが、まあ、運よく、はいはい、玉突き事故を避けたんじゃないかっていう。そういうことね、だからなんかそういう子供に能力があるんじゃないかとか、うん、そういう話なんですよね。よくなんか九死に一生スペシャルとかで、うん、必ずと言っていいほど出てくる賛美歌を歌うグループがいて、あ、教会にね、うんうん、みんなで集まろうと思ったらブラジルだっけ、うん、でしたっけ、うんうん、なんかガスが漏れてて爆発しちゃって、うん、教会がね、で死傷者が出たのかって思ったら、みんながみんな同じように何かの理由で遅れてて誰もついてなくって、うん、集合時間に、ね、まあ、同じ理由じゃないんだよ ね、まあ、ねそうそうそう、別々の全然関係ないっていう、例えばお母さんが体壊したりだとか寝坊だったりとか、ね、子供がそう寝坊がとかも本当いろんな理由でつけてなくって、うん、誰も亡くならなかった、しかも今まで一度もないような、そうそう
今まで一度も遅刻したことないような、ね、もちろん真面目な子もそこにはいろいろ理由があって行けなかったとかね、たまたまなんかそう奇跡でっていう、ね、だからなんかそれに近いなって思う。でも子供の頃の方がありそうな気がするんだよね、うん、俺あの危機回避能力っていうのはやっぱり生物として必要だから、うんうん、まあね、だからそういう意味ではなんか敏感に何か感じ取ってるっていうのも、うん、ありえなくはないと思うんだけどね。思うのがその、うん、要は危機管理能力とかっていうのが、うん、人間が生物としてね、うん、優れているとして、もともと他の生物と比べてどうか、いや他の生物もすごくって、人間も実はすごいとしてね、うん、あの仮にすごいとして、うん、でも今結構その不自由なくいろんな発明されたものがあって暮らしていけるじゃないですか、うん、それによって危機管理能力っていうのがどんどん減っていって、まあ、生物としてということだよね。そうそう、生物として平和ボケみたいになったとしてね、うん、言うじゃないですか、なんか犬とかは地震が来るまでに分かるからなんかどっかに逃げちゃうとかね、うんうん、鳥とかも逃げちゃうみたいな、蜂とか、実は人間にもその能力が備わっているけれども、うん、その文明の利器とかでどんどんなくなっていって退化しちゃった、そういう能力的には無能になっていたとしたらば、うん、若い時の方がちっちゃい時の方がその能力が備わっているから回避できたんじゃないかみたいな、うん、でもちょっと思ったりしちゃう、まあそうだよね、うん、まだ平和ボケを知らないからってことだよね、してない時ね、うんうん、でちょっと思っちゃう、そういうのがあったとしたら、まあでもそういうことなんじゃないかなって思うよね、うん、やっぱ子供は本当にあのあるからね、そういうの第六感的なのが、ね、あるよね。あるある本当にあるからな。うん、実際問題さ、うん、あのまあそれとこれはちょっと違うのかな。うん、やっぱ子供の頃って、うん、今やったら多分死んでるなぐらいのこととかをやっても怪我一つないとかって結構あるじゃない。うん、それまあ単純にあの筋肉が柔らかいとかさ、うん、なんか頭蓋骨が柔らかくてとかいろいろあるんだろうけど。はいはい、だって自分のさ。身の丈より高いとこからジャンプするでしょ。そうそうそう、子供ってバカだから。俺も何回か多分あるんだよ、うん、そのあるある、マジで今やったら絶対やべえなっていうのの、うん、やっぱ大丈夫なのもあるし、うん、すごい分かるわ。俺ね、あの左目の上怪我してるの分かります、ここ、うん、ちょっとね切った後だよね、切った後がね、うん、本当にもう、うっすらだけど、そううっすらね、これね小学校低学年2年生の時よ、うん、突き飛ばされて、うん、よくそういう、うん、人為的ないじめられてたからね、人為的なやつだな、いじめられてたから突き飛ばされたんですよ、バーンと突き飛ばされて、うんうん、であの田んぼのあぜ道をゴロ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 っと転がっていって、うんうん、であの有刺鉄線で目刺さったんですよ僕これ。ああ、うん、ありそう、有刺鉄線、田舎だから害獣が来るんで、ね、イノシシよけとかだ、うん、そう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 、猿とかも出るから、うん、時々ね、だからそれ用の、まあ、害獣があるからな、まあ、害獣よけでそういう有刺鉄線をしてたんですよ、うん、ほんならそれに目に刺さって、うん、害獣だって言われた、なんで害獣だって言われるんだよ、分かるだろ俺すっぱだからねえんだから、そんな服着てるよちゃんと。でそれで、血がだらーっとされて、うん、でまあまあ刺さった場所が、まあ、別にその目じゃないから使わだけだったから、まぶたね、うん、血はだらーっと垂れたけれども失明はしなかったっていう話があるんですけど、うん、あの時ね、ずらしたの分かるんですよ自分の中で、あ、避けたんだ、そう、その有刺鉄線の針がどこにあるか分かんないんですよ、すごいね、それ、うん、でこっち向いてるからね分かんなくって、うん、しかも転がりながら、そもそもそう、ね、向かってるかどうかも分かってないだろう、ね、そうそうそう、転がりながら、でも有刺鉄線があったかどうかも分かってなかったかもしれない、うん、もしかしたら、ね、でもこれ首を横に曲げねえとどえれえことになるぞって分かってで、うん、スッと曲げたんですよ。そしたら、うん、もうほんま目ん玉のちょうどちょい上ぐらいに刺さって失明しなかったって話が、紙一重で、紙一重でもあの時分かってて、なんかこのままだったら多分目行くぞみたいな目行くぞまで分かった、目、これ目というか多分、うん、なんか危険がすごいすごいあるぞと、そう、事件事故になるぞと思って、うん、なってるけどな、まあ、潰されてるからねでスッと避けたのを覚えてて、だから子供ってあると思うわそういうの、なるほどね、うん、突き飛ばすのは避けれなかったんだ、無理無理突き飛ばされた普通に、うん、そうだから意識しないまでも回避とかはしてんのかもね、そしたら俺が目から血流してんのを見て逃げていきましたからね、いやそこ怖いもん、うん、うわっ引くもん、いやお前らがやったんだ、血出してるって、
で近くの近所の家行って、すいませんちょっと目から血が出ちゃって、絆創膏くれますかって言ったんですよ。それ絆創膏とかの話じゃないっつってそうだね、もうぶわー垂れてるし、ね、しかも目に血が入って目つぶってるのを失明してるとやっぱり死んじゃないかって、見えるよね、目に何か刺さったんじゃないかと思っちゃったみたいで、もう怖いから病院行こうって言ったんですけど、病院もむちゃむちゃ嫌いなんで僕、うん、じゃあ大丈夫ですって血だらけのまま家帰って、うん、であの拭き取ってタオルで、うん、で絆創膏を自分で貼って、だから病院行ってない、縫わずに やめたんだ、うん、あまんま、まああと残っちゃうからねそれの方が、うん、だからそんなのありましたよ。へえ、うん、分かるんだろうね子供は。ちょっと思い、自分でも思い当たる節もあるし、うん、何回かそういう場面も見てるなと思う、うん、その子供やばいみたいな状況になってるけど、うん、結果何でもないみたいなのも、うん、あるあるあるからね、うん、やっぱ子供のがあるんだろうな。なんか交通事故してさ子供だけ生き残ってるの結構ない、あるある、うん、あるよね。両親はみんな亡くなってるけど、まあ、あのチャイルドシートがあったとかもあるだろうけどね、そういうのね、うん、でも今の話じゃんチャイルドシート。そうだね、そっかそっか、前はなかったわけじゃないですか、うん、チャイルドシートなんかねあったんかもしらんけれども、ない時代とかでもなんか子供の方が生き残ってるイメージ。そうかもね、あるわ。それかその子供の方が生き残ってましたってニュースを大々的にやるから、ね、美談だしね、そう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 、うん、頭に残ってるのかもしれないけれども、いやでもあるんじゃないかな、そういうケースね、あるのかもしれない、うん、大人のが重いからねシンプルに。そういうこと、ね、それもあるよね多分、それはあるわ。はい、いい振り子になるからか振りいい振り子みたいに振り子って重いからさ、うん、ーっていっちゃうとこでしょ、うん、行った時の、はいはい、そういうことですよね。だから、ね、子供の頃は第六感あって、うん、まあ、今女子高生とかでないっていうのは、まあ、なんで女子高生にすんだよ。え、いやいや女子高生って言ってたよ確か。え、この子、え、だからさっき言ってた、うん、もう今は娘は高校生になりましたって。あ、そういうことね。ああ、そっちのね、はい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 、この子だ、誰の話してたねおい男の超出てるぞお前、全然話聞いてないひどい、そっち、ね、全然聞いてない。何だったっけ、あのディアマンテじゃないわ、ディアマンテ何でしたっけ、ドンティルジェンなの、ドンティルジェンだね、うん、そっちのこと言ってんのかと思って、いや女子高生やったっけと思って違う違う、あの私の娘はとか言わないでしょ、そっち覚えてなかった、うん、ドンティルジェンだってあれかな、多分あれだよね、うん、競馬とか好きなのかな、あ、馬の名前、ジェンティルドンナっていうのがいるから、うん、あ、それのあれかもね、うん、まあということで、うん、なんでしたっけ、まあまあ当時はあったんでしょう、うん、娘さんもしかしたらね、うん、ね、うん、あったのかもしれない、その可能性はありますね、うん、はい、ということなんで、ありがとうございました。ございました。さてじゃあもういいっすかね、はい、エンディングはお願いします。ツイッターの方やっておりまして、はい、ツイッターの方やっておりまして、エトシボーイズと検索していただければね、はい、僕のじゃないエトシボーイズの、はい、ツイッターで、うん、最新情報なども、俺で持ってるって思ってんだな、ずっとちゅうちゃん、早瀬のっていうのが頭に入って、うん、あ、まあまあトシボーイズって入れれば早瀬と、うん、トシボーイズ公式のツイッターがございまして、うん、まあ両方とも更新情報などはそちらで出てきますので、ぜひフォローしていただくといいかなと思います、はい、あとブログもございまして、過去のアーカイブもポッドキャストにはないの全部聞けるようになっておりますので、そちらもぜひチェックしてください、うんうん、あとメールアドレスございます。toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、ね、オカルトなお便りとか、お仕事ご依頼などもこちら全部受けたもありますので、はい、どしどし送ってください、じゃあ締めます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。リミナリミナリミナ、あざした、あざした。